はい、今宵レイディオっていうようなところでラジオ放送をさせていただきたいなと思います。宝島さん夫婦の事件なんですけど、結構ね、衝撃だったなっていうのが、実行役が和歌山キラと。いやー、ちょっとね、さっきコメントまだ返してないんですけど、キラと、キラ、それをかけて、あ、実行役なんだみたいなことをおっしゃってる方がいて、ちょっとね、怖かったね。いやーもうほんとびっくり。まあ、端的にちょっと説明すると、大元がいますよと。でその間にもう一人いるのかどうなのか分かんないですけど、2層構造なのか3層構造なのかちょっとねそこは分かんない。ただね、層が厚くなればなるほどお金っていうのはねかかりますんで、おそらく2層だと思うんですけど、まあ依頼を佐々木が受けましたよと。で多分ね、佐々木も小物だと思うんですが、ただ、ね、ちょっと肩太りなんで普通にやり合ったらちょっとやだな。でも筋トレはしてないよね、あいつ腕がね、あの体型に対して細いんで、まあ喧嘩ではしてるかもしれないけど、筋トレまではしてないから、まあ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 、まあそんな話はいいとしてね、まあ自分ではやりませんでしたよっていうところで、自分の弟分の平山良賢を使って飲み仲間であるその韓国の人と和歌山キラトに依頼して、でその2人がねやったって話なんですけど、いやーまあこの辺がね、芋づる式に出てくるっていうのは、まあまあまあ全然私の動画をずっと見ている方は分かるんですけど、まあそんなの想定の範囲だよっていうところなんですよ。だってさ、今までその結構警察がここまで情報を出すってかなり珍しいんですよ。だって犯人に逃げてくださいよって言ってるようなもんじゃん。でも早々に情報を出してたっていうことは泳がせていたと思うんですよ。ですよね。で泳がせている目的としては、その上との接触を確認したかった。で上が誰なのか、その辺を把握するために泳がせたんじゃないのって思っていたんで、ある程度用なしになったら、まあ逮捕するでしょうと思っていたんです。だからね、全然想定の範囲かなって。おそらくね、もう上が誰なのかっていうところまで調べて、その上の範囲、またはその裏付けっていうところを今、捜査している段階なんじゃないのって思っているんですよ。ただね、今回ちょっとあまりにも行動が早すぎるんで、もしかしたら別の意味、別の角度で公安、もしくは刑事が狙っていた人と紐づいていて、それであえてその関連っていうものを調べるために泳がせたような気がしてならない。だって今での事件見てもさ、ここまで犯人に逃げてくださいよって言わんばかりの報道ってなかなかないですよね。ないんですよ。その、もう刻一刻と全部報道していたんで。だからね、まあ本当、用なしになった時点で一網打尽かなっていうのはもう分かっていました。ただね、全く読めなかったのは、なんで元俳優がいるんだよって。まあ、ちょっと前にね、その、元俳優で、戦隊ものに出て、まあ、特にね、あの、山田裕貴でしたっけの同僚、めちゃくちゃ逮捕とかなんかスキャンダルが多かったですけど、まさかこの角度で和歌山くんが出てくるの、まあ、ちょっともう動揺しすぎました。和歌 P がね、出てくるとはね、P じゃないか、キラトだから和歌系、ちょっと和歌チコみたいでちょっと嫌になってきたんで、もうその辺はまあいいでしょうというところで、どこまで成り下がったんだっていうね、まあ、確かにね、ちょっと前までオレオレとかの、その受け子をやったりとかそういうのもあったからね、なんとも言い難い部分もあるんだけど、ついにここまでのやつが出てきたなっていう。で、和歌山キラト君は2003年8月13の20歳。で、今年で、まあ、21歳なのかな。いや、うちの嫁さんと誕生日一緒。だいたいね、8月の13のやつってね、金曜日が誕生日だったりすると、ジェイソンやってくる、お前ジェイソンかとかね、小学、まあ、20だから言われないかもしれないけど、それよりももっとね、前、30、40代とかになってくると、だいたい言われていたんじゃないのっていうような誕生日なんですけど、出身はね、岐阜県、美濃加茂市。で身長が172センチ。もともとね、子役出身なんですよ。2012年にテレビドラマ悪夢ちゃんの主人公が担任するクラスの生徒役で出演。めちゃくちゃ可愛らしい子供でした。その2年後がね、もう大抜擢。NHK 大河ドラマ、軍師官兵衛の主人公の幼少期役として出ていたんです。これもう大抜擢だよね。まあその間にもね、こいつも仮面ライダーに出ていたんだ。ちょい役だけど。で、あとはね、土曜ワイド劇場。で、まあ、そこから大河ドラマ。大河ドラマに出てからがね、またすごいんですよ。地獄先生ヌーベの幼少期役。先生の幼少期役ってめちゃくちゃメインどころでしょ？そっからね、結構ちょい役ではなくて、ちゃんとした役をもらっているんです。で、映画で言えばね、2014年、これがもうめちゃくちゃブレイクの年でもあるんですけど、魔女宅急便にも出ている。そして、悪夢ちゃん、ザ・夢。の、やつにも出ていて、あとね、これがすごいんですけど、僕が命をいただいた3日間っていう映画、家族の長男役かなに出ているんですよ。いや、これね、ほんと映画の表紙のセンターにいるんで、
で、2018年にドン天に笑う。だからね、結構ね、ドラマにしても映画、テレビ CM にしても、結構ね、その若くして、そこそこの役どころに出ていたんですよ。まあね、その事務所が渡辺エンターテイメント所属だったんで、結構な大手。まあ渡辺さんって言ったらね、超大手なんで、売り出そうと思えばいくらでも売り出せたんですよ。ただね、2018年に何があったのかっていう話なわけですよね。今が、その、2024年なんで、6年前でしょ。若山キラト、これ純粋に6引くんじゃなくて、年齢ベースで考えていくと、数え年でなければ、マイナス5なんで、15歳。だから高校受験か何かで一旦引退しているんですよ。そこから学業があんまうまくいかなかったんかね。大体さ、大学に入ったら、もう一回復帰するっていうケースもあるじゃないですか。多分ね、今の状況を考えていくと、大学生になってたとしても、F ランかな。その、例えばね、マーチとか国立レベルだった場合、まあこんなことしないよね。だって平山良健とその事件の数ヶ月前に居酒屋で出会って仲良くなりましたよっていうわけなんで、そういうのを考えていくと、おそらくなんですが、まあ、ちゃんとしたハイスペックな大学進学先ではなかった可能性があると。で、服装もね、なんか、なんだろう、なんかちょっとダサかったんだよな。ホスト崩れっていうか、なんというか、なんかダサかったんですよ。なんか、なんて言えばいいんだろう、なかなかね、今時普通にあの服は着ないよねっていうデザインだったんですけど、多分ね、変なアングラの世界に迷い込んじゃって、で、お金が欲しくてやったんじゃないのって思うんですけど、いやー、華々しい経歴があるんで、渡辺エンターテインメントに土下座する勢いでもう一回頼み込んで、そっちの道で稼げばよかったんじゃないのってどうしても思ってしまうんですけど、喧嘩別れでもしてしまったんですかね。で、実家が岐阜で、その、まあ、こっちの方で多分飲んでたと思うんですよ、行動範囲を見ていくと。だから、そのまんま東京に居ついたんだろうね。で、居ついたらいいけど、仕事が、まっとうな仕事もない、さあどうしよう。っていうので、数百万で食らいついたっていうとこなんだろうと思います。まあ、どちらにしてもね、そんな、損得感情で考えていってもさ、そんな数百万でこんなことをやっちゃうって、まあ、バカだよね。冷静に考えてさ、ここまでその世論が動いてしまってる。で、動いてないとしても、ある程度のロングって見込めるわけじゃないですか。どんなに短く見積もっても、10年以上にはなると思うんですよね。まあ、妥当なところで言うと15年前後。ただ、お金が絡んだりそういうのがあるんで、最悪、闇サイトの神田さんでしたっけ？神田。さんつけたらね、結構これ怒られちゃう場合もあるんで、あえて神田だと思うんですけど、あれにも近い判決が出てもおかしくないんですよね。だから、15年前後から、最悪、極刑の可能性も出てくる、というところで考えていったらさ、数百万で、その振り幅で考えていったらさ、ちょっとやべえなって思いません？私だったら、やっぱ、何が何でも絶対やんないけどね。最悪、極刑。で、下手したら、無期。で、妥当ラインで、まあ、15年前後でしょ。出てきたらさ、もう本当、ねえ、周りの人とかはもうバリバリ働いて、家庭築いて、で、中にはね、もう本当、うちの子、中学受験なのとか言ってさ、サピックスとか、そういうところに通ってるわけでしょ。で、そんな中出てきて、じゃあ職がない、貯金もない、で、おそらくね、塀の中でその数百万もお菓子買ったり、いろんなもの買ったりで消えてくわけでしょ。徐々に。まあ確かにね、その、向こうで働いて、そのお金でっていうのもできなくはないですけど、なんだかんだで徐々に目減りはしていくと思うんですよ。で、出てきたらほとんどお金がない状態で、まあ出てきたらね、これ一番下の方で考えて。いや、ちょっとね、人生の一番楽しい時ってやっぱ、その高校卒業してからある程度やっぱ子供が大きくなるまでがやっぱ人生でめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。その時もね、その徐々にやっぱ収入も増えていって、で、家族旅行行くにしてもさ、小学校とかだと半額とかでしょ？で、その前段階なんかめちゃくちゃ恋をするわけでしょ？まあ35からでもできなくはないけどさ、その分、やっぱ、相手は自分が塀の中に入ってる間に、酸いも甘いもいろんな経験をしてきてるわけじゃん。で、途中参加しないといけないわけでしょ？
いや、数百万でそんなんやるって本当バカだなと思うし、そんなんだったら本当ね、渡部エンターテインメントに連絡取ってね。いや、本当ね、芸能界に入ったらいいけど、脱落しちゃったっていう人も本当にいると思うんですが、マジで、それだったら YouTuber やった方がいいよ。で、昔の裏話とか言った方がいいよ。そっちの方が金になるよ。というようなところで、今宵、レディオ。最近ね、それにハマっておりまして。まぁ、ちょっとね、最近はね、ちょっとショートに力を入れつつ、まあ、なるべくこういう風にね、ラジオみたいな感覚でダラダラといけたらなと思っています。で、まあ、なんでそういう戦略に変えたのかって言ったら、やっぱりね、通常の動画をいくら作っても全然反応がないんですよ。ただ、ショートだと、その、チャンネルカテゴリーというか、チャンネルのランクにあんまり比例せずに、ちょっとは見てもらえるんですよね。ゼロから作るっていうのが、なんかちょっと嫌だなと思って。それだったら、腐ったチャンネルをどう、もう一回復活していけるのかなとか、いろいろ考えて、まあ今のスタイルですわっていうようなとこです。じゃあプライベートはお前何やってんのと言いますと、ゴールデンウィークもね、なんだかんだで働いておりまして、もうほんと貧乏暇なしですわ。ただね、その、まあ、長男もね、試合でめちゃくちゃ忙しいんで、まあもう高3なんでね、もうちょいしたら引退になるんですけど、まあ、今回のゴールデンウィークはね、その分仕事が終わった後にみんなでご飯食べに行ったり、またそのサウナに行ったりっていうのを何箇所かね、繰り返していこうかなと思ってるんですよ。で、もうすでにね、一回ご飯食べに行って、サウナ入って、で、みんなで整って、老流を生まれて初めて経験して、あれもうほんとね、やけどするかと思ったね。マジで暑かった。で、その後にさ、水風呂に入って、心臓がそんな強くないんですよ、私。心臓がバクバク言うのに体冷えてきて、その中で呼吸がうまくできなくなって、なんだこれはと。何回か繰り返したら本当、あの世に行ってしまうんじゃないかっていうね、そういう不安もありつつ、マジで怖かったわ。そう、そんな貧乏暇なしだけど、低予算で楽しんでますよっていうようなとこでございます。本当ね、なんだろう。こういう奴らを見るとさ、お金がなく、まあ、なければないで最低限の、働きをしていればなんとかできる幸せってやっぱあるんですよ。ぶっちゃけ私あんまお金ない。で、ちょっとね、子供の教育費とか嫁さんに出してもらって、ほんと切ないなって思う、そういう日々を歩んでいるんですけど、あんま芳しくないんですよ、いろいろ状況的に。ほんと岸田何言ってんだってね。ベースアップしてくれって言っても、振るもんがなければね、なんも出てこないからね。ベースアップしろ。で、ベースアップできましたって。そんな金があるとこしかできないじゃん。金がないところにどう回すんだよって。ちょっと思ったりはするんですけど、マジであのメガネ、買っちまったのかって。あのメガネ越しにお前はどんな世界を見てんだと。多分ね、あれ、レンズ屈折してるよね。あのメガネ通して万華鏡みたいになってんじゃないのかな、世界が。もしかもう脳内、ダンスホールだよね。ミラーボールがくるくる回転したから、もうほんと、ここはパラダイスみたいな。何なんだろう、あれ。まあ、そんなのはいいとして。まあまあまあ、そんな日々を送っておりますよ、と。まあ皆様もね、ゴールデンウィーク、低予算で楽しめること、まあ低予算で決めつける必要もないか、金持ってきた、それなりの楽しみ方、おのおの、いろんな楽しみ方ができればいいんじゃないのって思う中で、なんでね、ほんと、人生に絶望する気持ちもわからんでもないけどさ、それでお金がなくて目の前に人参ぶら下がってたら、そりゃ食いたくもなるわなっていうのはわかるけど、ダメだよ。それを、ちょっとぐっとこらえて目の前にあるさ、例えば缶ビール、第3のビールでもそれキンキンに冷えてる1本、それでも嬉しいわけじゃん。そんなんでいいよ。って思わないと。私はそっちの方がいいですね。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。最後、ほんとくだらない話で申し訳ない。では、またね。